年明け恒例新春大喜利始まり始まり。初日の出キララと光る頭かな。改めましてこんにちは、司会のキラマルです。それではキララと輝くギャグで皆さんを楽しませる回答者の皆さんはこちら。みんなあけましておめでとう。今年もまだよ頑張ります。よろしくね。今年こそマイメロのやつをぴったんぴったんのケッチョンケッチョンにして、あたいがヒロインになってやる。プリティ悪魔っ子クロミだよ。ったく王子の俺がなんでお笑い番組なんかに。全世界の女の子のためにも今年こそ宇宙一の美少年に戻りたいソラピだピュ。今年も王子様のため星のかけら集めにめごう。中古ギガ張り切りのミッションコンプリートって決まりでしょ。ナタリーです。せっかくのネズミ年だったのにあまり目立てなかったけど、今年はうんと活躍するぞ。フラットです。今日はとっておきのその大爆笑ネタを。そして座布団と幸せを運ぶ爆弾座だ。それでは第1問。今年は牛年ということで、皆さんには牛であいうえお作文を考えてもらいます。はい。はい、フラットさん。それじゃあ最初はウキウキしちゃうな。し、正月のお年玉。普通すぎ。はい、はい、ナタリーさん。うっかりして失敗しちゃったでございます。George remembered the old nose had red and gold stripes, and it was curvy. He... 確かに大失敗です。綺麗だ。本当、綺麗な初日の出。バカだな。初日の出じゃないよ。え？クロミ、君のことさ。そんな、王子ちゃんは。ずっとこうして見つめていたい。でも、こんな潮風が当たるところにずっといたら干物になっちゃいますよ。構わないさ、クロミとなら。あたいもでちゅ、王子ちゃんは。潮風に吹かれて、いつしか二人は愛の日もの。いや、いや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 、王子ちゃんったらもっとギュッてギュッてだから。新年早々変な妄想しないでください。ハッピーニューイヤー。
つらいぞな。誰か他には。僕、俺に任せるピヨ。まったくどいつもこ